島のラーゼンボーデンっていうなんてことない村。そこでなんてことない私は暮らしている。なんてことない日々を変えたいと焦がれながら。私はライザリンシュタウト、通称はライザ。なんてことない農家の娘。私は今日も京都で屋根裏にある私の部屋で仲間たちと密かな計画を話し合っている。この退屈ななんてことない日々を打ち破る痛快で素晴らしい計画を実現するために。歓喜も迫る青くて深い夏の空は絶好の冒険日和だ。毎度麦の気持ちを考えろって言うからつい私麦じゃなくて人間だよって答えて。分かってるよ、母ちゃんの方に怒鳴られたんだろ。おっかねえからな、ミオさん。そんなことより見てよ、ほら少しは意味が分かりそうな図入りの本があったんだ。またせっかく古い本が地下で山積みになってても書いてある文字が全然わからないんじゃね。しょうがないだろ、ひいじいさんが読み方をじいさんに教える前に死んじゃったんだから。それでも解読しようと食い下がる執念には感心するよ。来る途中ボースとランバーに見つかってさ、足を引っ掛けられたはずみで泥の中に。あいつら威張り散らすだけならまだしも、しつこくしつこく嫌がらせまで。村の水源を握る有力者様のお坊ちゃんだからな。やめやめこんな話。今日の議題は島の外への冒険計画でしょ。まず自分が農作業の愚痴を言い出したくせに。怒るライザに触るな。島の外といえばよそから商人が来るのは今日だったんじゃないか。そうだね、村中その話で持ちきりだったよ。村の野菜を商いに来るんだっけ。外の商人か。その商人の到着を私たちも見に行くのよ。だっ、え、本当に対岸に渡るの？そんなの聞いてないよ。何言ってんのよ。今日の議題は何だった？島の外への冒険計画。島の外への。なんか火がついちまったな。こりゃマジで島の外に出ないと収まんねえぞ。冒険計画なんだからまずじっくり計画を立て。船着き場に行ってこっそり小舟を借りて対岸の船着き場の近くで降りる。以上。諦めろタオ、こうなれ腹をくくって付き合うしかない。さあだらだら話してる暇も惜しい。冒険を決行するよ。あ、待ってよライザー。
ちなさいライザー、またレントとタオを巻き込んでろくでもないことやろうとしてるわね。お母さん、まだ何もしてないよ。それじゃね、レント、タオも早く。失礼します。たまにはお父さんの農作業を手伝いなさい。絶対に見つからないようにしないと。守り手の中でも特に私たちにうるさいからね。大丈夫大丈夫、そうそう簡単に。ああ、それで構わない。船着き場の方の手配は終わっているな。モリッツさんの指示でやりすぎなくらいにな。大商いは第一印象が大事とかうるさいの何の。こんな田舎の村に第一印象もないだろうに。ま、これも来客をもてなす一環か。船着き場がどうこう聞こえたよ。まずい、まずいよ。確かに守り手は村の警備が仕事だし、アガーテ姉さんが船着き場にいるのも当然だ。島の外への冒険もいきなり頓挫か。諦めてなるもんか。こうなったら奥の手を使うしかないわね。
秘密の船着き場はちゃんと小舟もあるでしょ。ああ、あるにはあるな。ずいぶんとボロっちいな。なるほど、それで最初からこっちを使わなかったのだ。こんなオンボロで本当に対岸まで渡れるの？途中で沈みそう。つうかここ秘密も何もおっさんどもが釣りの時に使ってる場所じゃねえか。だから小舟も最低限のオンボロしかないんだ。もう男二人でグダグダと。冒険なのよ冒険。今行くと決めなきゃ何も始まらないでしょ。まあそりゃそうだ。僕はそもそもあんまり気が進まない。まずは対岸に渡るところから冒険は始まるのよ。街道をたどって先の先まで進んだり、みんなが怖がってる街道の西側にも入ったり。あの辺りは禁足地じゃないか。危ないし怒られるだろうし。何言ってるのよ。冒険ってのはそういう場所をあえて踏み越えていくもんでしょう。それに下の山の果てに輝いて見えてるあの塔にだってでしょレント。強くなって俺の実力を村の奴らに認めさせる。それが俺の夢だ。レントまで燃え上がっちゃった。これは僕も行くしかないのかな。分かったら行くわよ。大いなる冒険の旅へいざ出発。私は今日ついに一歩を踏み出す。当たり前の生活にないものを求めて島の外へ。商人さんはまだ来てないみたいね。そうみたいだな。どうする？来るまでここで隠れて待ってるか。何のんきなこと言ってんのよ。商人を見に行こうとは言ったけど、一番の目的は違うでしょ。なんだっけ。もう島の外への冒険だよ。せっかくなんだから冒険しようよ。冒険だってどこに行けばいいんだろう。このまま街道をたどっていくか。それもいいけど、守り手の誰かと鉢合わせになってお母さんにバレる可能性が。確か小妖精の森とか言ったっけな。まあ初めての冒険にはおあつらえ向きかもな。本当に行くの？やだな。きっとろくでもない目に遭うよ。そんなの行ってみなきゃわからないじゃない。大丈夫大丈夫、早速冒険だ。
照妖精の森。こんなに近いのに村の人は誰も入らないんだよね。そう怯えるなって。船着き場の真横だぞ。どうせ弱い魔物しか出ないさ。冒険の第一歩からそんなじゃ先が思いやられるわね。わざわざこんな怖いことやってるの村でも僕らだけなんだろうな。これが冒険に挑むってことよ。さあいつまでも喋ってないで出発よ。おう。Thank you.
わりかよ。また一つつい。まだまだ。おー、ちょっと。あ。知らないぞ。キャー！ライザー！たく言わんこっちゃない。って私はここだよ。だよ。どうでもいいでしょう。それよりも声が聞こえたのは森の奥からだったよね。ああ、タオも行くぞ。先頭でいいんだよね。僕は後ろからくっついていくから。襲われてる子を見て放っておけないじゃない。行く。助けを求める女の子を守って戦うか。冒険の出だしとしちゃ上出来だぜ。